でまたシートに戻すときは、はい、この下のレバーをこう動かしていただくと、はい、ポンとこう押してしまう。おー、本当だ。というここにもレバーありますね。そういうことですね、はい、左右が分かれて、左右分かれてて、はい、ミリミリランド。はい、皆さんこんにちは、カタリストレーナです。本日は広島キャンピングカーショーにやってきております。そしてね、こちらはキャンピングカー広島さんのブースなんですけれども、これからですね、桑原実さんにいろいろ教えていただこうと思います。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。キャンピングカー広島さんでいろんなお車作られているということなんですけど、はい、なかなかね、私たちもいろんなキャンピングカー拝見してるんですけど、特徴をね、やっぱり教えていただけるとすごく助かるので。あ、そうですね、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけども、はい、こちらのね、ベーシックキャンパータイプ2という、はい、タイプ2ですね、はい、いうバージョンですね。はい、はい、じゃあ早速こちらのお車拝見します。はい、こちらベースのお車は何ですか？日産のキャラバン NV350 ですね。あ、キャラバンの350なんですね。はい、そうですね。すごい色、うん、サイズはスーパーロングと言いながらも、はい、ナローボディなんですよ、幅の狭い。そうなんですね、はい、だから背は高いけど、ここの幅はナローだから道走りやすそうですね。そうですね、幅が狭い車っていうのがまあ特徴で。おー、いいですね。また色もすごく素敵な色味してますね。シックなブラウンの色になってます。はい、インペリアルアンバーっていう色ですけど、はい、色も結構数がありまして、はい、7色ぐらいだったかな。あ、はい、選べるんですね。色の色があります。おお。で、外から見るとここにね、もう窓がしっかりついてますね。そうですね、窓が右側面に2箇所、はい、2箇所ね、開けられる場所があるっていうのはやっぱりいいですね。そうですね、空気の入れ替え、特に風の取り込みも、はい、そうそうそう、できるから。で、この下の方を拝見すると、ここに外部電源の取り込み口ですかね。はい、はい、もうキャンピングカーではおなじみと思いますけれども、はい、外部入力コンセント、うんうんうん、100V 車内に取り入れる取り入れ口ですね。取り入れ口になってますね。右の後ろ側のバンパーについてます、はい、これ入れるかどうかで全然室内で使える電気量変わってきますよね。あ、そうですね、RV パークとかね、キャンプ場だと100V は接続できるようなところが多いので、そうですね、そういうところでは中で 100V を入れていただくと、はい、中で 100V の機器は使えるし、はい、サブバッテリーも充電させる 100V の充電、サブバッテリーの充電器、そういうふうなものをつけていただくと、はい、中も、ほぼ無人蔵的に 12V の機器使えますから、有効ですよね。有効ですね、はい、で後ろから見たときに、ここのね、あ、スペースがさっきちょっと気になってたんですけど、はい、ここは何ですか？テーブル、今使ってますけど、はい、ダイニングテーブルがそこにもう住所がここなんですね。はい、そこにあります。一番後ろですけどね。もう向こう寝るよってなったときにはしっかりここに入れて、ね、ちゃんと収納することもできると、はい、でこちらについている、40リッターの冷蔵庫です。前から開けられるんですね。どうかな、はい、もうここについてると後ろからも取り出しができてちょうどいいですね。買い物から帰ってきて入れるとか ね、はい、そうですね、しやすいですね、はい、しっかり大きめのペットボトルがね、はい、入るような形になってます。で、その上が引き出しですね。はい、はい、ちょっと開けさせてもらいます。はい、はい、引き出しになっていて結構ね、深く、はい、はい、深くここまであるからかなり入りますね。はい、はい、でスムースに。キャンピングカーの場合はね、荷物が中に結構入って重いものだと出てくるので、はい、結構きつめにしてるんですよ。なるほど、それでですね。で反対側も、あ、はい、こちらは引き出しではなくて、ね、調理台とか、ね、作業台になるんですね。配膳台とか、うん、そういうふうなことに利用していただければ、はいはい、便利ですね。でこちらが収納になってますよ。はい、はい、かなり大きめの、大きなものを入れていただいたり、ね、いいですね。で、その前が引き出しです。引き出しなんですね、はい、で、あちらに電気のコンセントと、そうですね、100V の入力コンセントから入った電気を出力させるコンセント、で 12V の、DC ソケットも使えるように、右も左も両ついてます。はい、じゃあ前の方も行ってみましょう。今、はい、タイザーの状態にしていただいて、リビングルーム、ね、はい、リビング状態ですけどね、ということですね、はい、
こうすると4人がゆったり座ってくつろげるような感じですかね。そういうことですね。はい、これ実際何人乗りの車ですか？これが、6人乗りになりますね。うんうんうん、はい、前が2人で、セカンドシートで2人、で、サードで左右分かれて2人と。で、そうすると今は後ろ向きですけど、はい、実際に走行するときは前向き走行で6人。走行中は全ての6人が前向きで。前向きで乗れるようになるということですね。そうです。中心は、まあ、すいません。ファミリー向きというか、ね。そうですね。はい。お子さんも一緒にというふうなタイプになりますね。おー、じゃあ。中のちょっと特徴が、ね、あるということなので、はい、伺っていきたいと思います、はい、お邪魔します。はい、セカンドシートはよくあるパスプシートを利用してるんですけども、はいはい、サードシートの方はオリジナルのの、はい、オリジナルでアックシートというふうな呼び名になってます。確かに座りやすいですね、はい、座り心地が、ね、すごく良くて安定しますね。ありがとうございます。あの、うん、先端が高くて、はい、お尻の方が下がってるので、つまり膝の方がね、こっちの方が、はい、これで見たら分かるから見えます、こっちの方が高くてこっちが低くなってるんですよね。そうですね。ここがね、まっすぐな平行のラインなんですけど、こっちが低くなってることでしっかりホールドされて、すごく座りやすくして、はい、安定しますね。素晴らしいご説明です。ありがとうございます。いや、あの、はい、そのままの感想を言っただけなので。はい、で、背もたれも、抜けてベッドマットの補助マットになるから、はい、結構角度も、ね、自由に調整が効くので。あ、これがですね。はい、あ、なるほど、それもいいですね。そこらも適当に自分の体勢に合うような位置に合わせてもらってはめ込んでいただければ。結構人によって、ね、体格差があったりとか、座り心地のいいポジションって違うから、はい、 ね、はい、それを自分でこう動かすことによって、はい、固定で、あの、自分のフィットするものを選べるということですね。フィット感を自分で選べるという。あ、それもすごくいいですね。はい、おー、でもこれ寝るときってちょっと斜めになってると寝にくいのかなって思うんですけど。はい、はい、ありがとうございます。それでこのマットをさえこう外していただければ、はい、この取っ手がありますけど、取っ手上に出てきましたね。こう上に引き上げてもらうだけでフラットが形成できます。あ、本当だ。今ね、はい、ここがあの水平の面だったのが、はい、ここが水平になったので、はい、同じようになりましたね。はい、今までこっちがね、そうですね。はい、で、またシートに戻すときは、はい、この下のレバーをこう動かしていただくと、はい、ポンとこう落ちてしまう。おー、本当だ。という、ここにもレバーありますね。そういうことですね。はい、左右が分かれて、はい、おー、調整していただければ、OK、でもレバー1個でこれがポンってなって、はい、しかも簡単に斜めになったり、はい、あとこっちはこのまま引き出してあげればいいから、すごい楽ちんですね。楽ちんです、はい、うんうんうん、簡単な操作でないとなかなか、ね、そうですね、しないというか。そうですね、めんどくさくなっちゃう。ベッドになればベッドのままの状態で使ったりとかいう風にされると思うんですけど、簡単にシートに戻ったりすればいつもシートの状態は快適な状態で使っていただけるっていう。すごく快適です、はい、簡単にというのを、いいですね。じゃあ早速なので、今こちらリビング展開にしていただいてるんですが、はい、ベッド展開もしていただけますでしょうか。はい、分かりました。私一回どういった方がいいですかね。あ、そうですね、ごめんなさい、すみません。じゃあ、こういうセパレートになってるシートっていうのは、はい、ベッドメイキングするのが結構時間かかるんですけど、はい、順を追いながら操作していきます。はい、お願いします。まずはテーブルを片付けていきます。はい、これは一番後ろに、さっきのところですね。はい、で、中のやつはねじって取るタイプ。はい、あ、そこも決まったところがあるんですか。はい、一応決まったところが。おー、いいですね。そして、まず後ろ行きましょうか。さっきのこれフラットはこれで OK ですね。はい。で、こっちも抜いて、これを上げます。はい、簡単にフラットになりましたね。はい、で、背もたれの部分を埋めてあげると。中に入れます。ヘッドレストはできます。はい、ここに。あ、で、ちゃんとそこに入れる部分があるんですね。嬉しい、はい、どこに置いたらいいんだろうっていつも思っちゃうんで、はい、こういうちゃんと住所があるっていうのは親切ですね。で、反転してあげることでベッドに乗っていくというフラットにしました。お、横にもスライドする、すごい。
ここで高さの調整をしていきます。お、フラットになりました。あ、2個あるんですね。あ、前の方にも埋められるようになってるんだ。うわ、広い広いスペースが。最後にこのマットが、あ、なるほど、はい、折りたたんであったのが台だったんですね。そういうことです。へー、おーおー、あ、はい、すごい広い、はい、これ大人さんにしっかり寝れるような感じのスペース出てきましたね。サイズ的には2人分になりますけどね、法的なサイズは。あ、法的なサイズは、はいはい、あ、そうなんですか。ちょっといいですか、ラガラス。無理すれば3人から寝れるかな。そうですよね。で、あとオプションで後ろの、はい、ギャレーと向こうのボックスの間にマットを置けて、はい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 、チャイルドベッドができるので。あ、そうするとお子さんも一緒に行って後ろに寝ていただいて。そうですね。で、お父さんお母さんはこっちでゆったり。そう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 、ちょっと寝かせていただいてもよろしいですか。いいですか。はい、どうぞ。はい、やったー。広いですよ。で、このやっぱりハイルーフになってるから、ここの、あの、空間が広いですね。すごいいいですね。はい、そして余裕ですよ。女性一人だったらもうかなりキングサイズって感じなので。で、これ2人でも、で、ちっちゃいお子さんだったらこの間に入れて3人とかでも余裕でいけますよね。わあ、いいな。で、今拝見したらやっぱりちゃんとね、ここにカーテンもついているので、しっかりプライベート空間もいけますし、はい、あとね、結構この明かりが明るいですね、はい、この中もすごいしっかり照らしてくれるので過ごしやすい感じがします。へえ、いいな。あ、で、早速私好きなこのね、ちょっとこの収納を拝見します。すごい。でね、これしっかり止まって 1,2,3 個ついていて、 で、ね、で、反対にもね、2個ついてるので、かなりね、このキャブコンにして、そうですね、キャブコンにしては、あの、大きめの収納がついてる感じですね、はい、ごめんなさい、バンコンですね。バンコンですね。はい、突っ込んで大丈夫です。すいません、はい、いいえ、うっかりしてました。はい、バンコンです。そう、なんかね、ここのアーチがこっち側に丸いので、なんかあまり頭に当たっても痛くなさそうな感じがして、はい、いいですね。まあ、こう、あの、車の特にナローサイズなので、うんうんうん、幅が狭いですから、はい、あまりこう邪魔にならないような自然な感じで優しいラインにしたい。優しいラインですよね。で、あとね、こういうところにもライトがあるので、こっち消しちゃってもね、こうやって消しちゃっても、ここだけでこうスポットで見れるので、はい、こういうのもちょっと本読んだりとかできるので、すごいいいなって思います。はい、こちらキャンピングカー広島さんのベーシックキャンパータイプ2です。乗車定員が6名、就寝定員が2名、全長 5.0m、幅が 1.6m、高さが 2.2m です。ベース車両が日産キャラバンスーパーロング標準幅ハイルーフです。ガソリンで走ります。お値段が530万円です。みるみるランド、はい、こちらキャンピングカー広島さんのベーシックキャンパーなんですけども、タイプ1とタイプ2というね、2つのタイプがあります。で、ベースが日産 NV350 キャラバンのスーパーロングですね、標準幅ハイルーフ、こちらベースになってるんですけども、車軸が小型車幅の169センチという取り扱いしやすいボディサイズが魅力的と、スマートなキャンピングカーですよということですね。ご要望に応じてゆったり2人旅仕様のタイプ1と、家族でワゴン車として使いながら週末は車中泊でお出かけできるファミリータイプのタイプ2という2種類が用意されてますよということです。で、今回動画で見たのがタイプ2だったんですけども、その他にですね、タイプ1というのもありまして、タイプ1はこういう感じのレイアウトになってます。で、2人でゆったりと使っていただけると、まあ、これをですね、コンセプトにしたキャンピングカー。リアシートは横向き着座タイプなので、ここですね、はい、テーブルを挟んでの食事、ゆったり気分で外を眺めながら会話も弾むでしょうと。で、横向きシートは3名掛けシートで2点式シートベルト、はい、ここですね。
装備されてますよということです。はい、ベッド展開するとこんな感じでね、フラットな空間になりまして、横向きシートの背もたれを中央の膝前スペースにはめ込むだけでベッドは簡単にできますよと。ベッドサイズが 1900×1520mm というね、広々したベッドになります。で、このベッド展開した状態でもテーブルはですね、こんな感じで中央にセットすることができます。で、テーブルは着脱式ですよと。で、あとベッド最後部のマットはスイング金具により簡単に跳ね上げていきますと。で、これによってですね、ここにですね、大きな荷物の収納も できますよと。ギャレー周りなんですけども、耐熱ガラストップのステンレス製シンクに折り込みタイプの蛇口、冷蔵庫は運転席のすぐ後ろに内容量40リットルですね、前開きタイプを装備してますと。冷蔵庫の上には引き出し収納型のカセットコンロを装備。で、ギャレーの前ですね、ここにはサブバッテリーの電圧計とか USB コンセント、DC12V コンセント、AC100V 出力コンセントを装備。水タンクは16リッターの給排水タンク。シンクの下ですね、ここ、はい、棚板の入れ替えができる大型の収納庫になってます。で、この棚板取り外すこともできるので、ドアサイズ以内のものであれば入れることができますよと。で、価格なんですけども、ガソリンかディーゼルターボ、はい、これで、価格が変わってきます。で、ディーゼルターボはですね、2区か4区かですね。仮装ベース車の標準装備で、こちらはですね、仮装部の主な標準装備というのが書かれています。で、あとはメーカーオプションと仮装オプションですね、これらのオプションがありますよと。で、あとオーバーヘッド収納ボックス、こちらはタイプ1とタイプ2の共通装備になっています。室内天井の左右コーナーにはオーバーヘッド収納棚を設けています。進行方向に対して右側は、ドアが3つ、左側はドア2つと、はい、こういう収納庫があります。圧迫感を軽減させるラウンドドアとラウンド型アンダートレイデザインにしましたと。各キャビネットドアと同様にメタルラインで統一された収納ボックスになっています。今回ですね、動画で、説明していただいたのはこちらです。タイプ2は乗車定員6名全員がドライビングポジションの前向きシートなので、走行時ですね、全員が前向きで座ることができると。セカンドシートはキャンピングカー用のベッド兼用型ファスプシートを採用で、こちら2名掛けで、乗降周りを広くできるようにしてますと。で、対面型シートにすれば着脱式テーブルもセットすることができますよ。で、あとこちらですね、サードシートがオリジナルの ACK アックシートっていうんですかね。ベッド時以外はサードシートもセカンドシートのように傾斜した着座マット状態になるアックシートを採用。特徴としては着座マットを先端より 50m 低くセットしてあり、走行時やシートとしての着座の時にお尻の位置が膝位置より下がることによって、背もたれに少し角度をつけてセットすれば自然に安定した着座姿勢になります。でも、ベッド展開にするときですね、こちらフラットでなくてはいけませんと。で、そこで、この角度をですね、調整できるようにしてあるということです。で、このフラットにするときもすごい操作が楽で、この引き上げベルトを持ち上げるだけで簡単にですね、フラットになると。これも本当に見ててね、操作が簡単だなというふうに思いました。戻すときはここのね、手前にあるレバーを引くことによって、またここの角度をつけることができると。これはすごいいいですね。タイプ2のベッドは2名掛けのセカンドシートと、その横に装備された1枚の補助マット、そしてアック、サードシートの背もたれを組み合わせて大人2名就寝用のベッドができますよと。ギャレー周りなんですけども、はい、タイプ2では室内後部にギャレー群をまとめて装備、3段の引き出しを含め4つの収納庫と引き出しタイプの調理台も装備した右側カウンター、カセットコンロを使う位置もこちらになりますと。また DC12V 電源ソケットと AC100V の2口コンセントも装備、左側後部には蓋付きステンレス製のシンクと16リッターの上下水タンク、40リッター冷蔵庫、引き出し収納、サブバッテリー用のモニターや、DC12V 電源ソケット、 USB、 AC100V の2口コンセントも装備ということですね。で、価格がガソリンと、ディーゼルターボ2区か4区かで違ってきます。で、仮装ベース車の標準装備と仮装部の主な標準装備、あとはメーカーと仮装オプションというのが載ってます。
というわけでですね、キャンピングカー広島さんのベーシックキャンパー詳しく知りたいぞという方はこちらのページでじっくりとご覧ください。